海外の報道機関の多くは123便から横田基地への緊急着陸を試みるとの連絡があったという趣旨を報道している。こんにちは、渡辺健太郎動画のお時間です。私は現在、謎だらけの史上最悪の事故、日航ジャンボ機墜落事故の真相を解明するべく動画を作成しておりますが、今回は以前からこのチャンネルに貴重な情報をお寄せくださっている小畑さん発掘の新たな情報をお伝えしたいと思います。まずはこちらをご覧ください。ボイスレコーダーの記録や事故調査報告書の功績図や解説によると、管制や横田基地からの着陸受け入れについて123便は返事をしていないことになっています。航跡図でも横田の付近は通っているものの、着陸しようとした形跡は見当たりません。これまで123便へ対して横田着陸への打診が何度か行われてはいるものの、コックピットはそのどれにも応えず、操縦不能、アンコントロールという更新を繰り返し、最終的に機体は群馬方面へと向かっていったことになっています。ところが、今回小畑さんが発見した事故についての海外報道をご覧ください。これはアメリカ KOCOTV5 アライブニュース、オクラホマの8月12日事故当日のニュースです。小畑さんが翻訳サイトを使用して日本語に直したものですが、確かに約60マイルの地点でパイロットはキャビンのドアが吹き飛んだので、米空軍基地に緊急着陸すると無線で伝えた。しかしその数秒後、飛行機はレーダーの画面から消えてしまったとあります。ニュース報道はこの他にもミネアポリスの WCCO-TV ヌーンリポートでも、飛行機は今朝東京の空港から日本第二の都市大阪に向けて飛び立った。40分後パイロットはドアに問題があり、米空軍基地への緊急着陸を試みるとの無線を入れた。それが機体からの最後の言葉だった。そしてこちらの海外新聞には、123便高浜機長は横田に着陸するという計画があったということが書かれているのです。まずはアメリカの UPI 通信社の記事によると、日航関係者によると高浜正美機長は午後6時39分後部客室ドアがそのドアのシールを破裂させ機内が減圧したと無線連絡した。高浜機長は近くの米空軍横田基地への緊急着陸を試みるため進路を変えていると述べた。これは小畑さんから注釈が入っておりますが、この客室ドアがそのドアのシールを破裂させのこのシールの部分ですね、これは自動車でいうドアパッキンのことだと思われますとのことです。この横田に着陸を試みたという記事はですね、この他にもたくさんあるのですが、例えばですね、事故翌日の8月13日イタリアの新聞ラ・プロビンチャ紙にはですね、123便は現地時間午後6時に大阪に向けて羽田空港を離陸した。日航や警察の情報筋によると、40分後パイロットの高浜正美さんは右後部ドアに問題があり高度が下がっていると管制塔に緊急連絡した。高浜さんは東京の西にある米軍横田基地の滑走路に緊急着陸すると付け加えた。次は8月13日付のブラジルの新聞ジアリオドパラ氏によるとですね、共同通信によると午後6時39分客室乗務員は機体の左後部ドアに問題があり
米空軍横田基地への緊急着陸を試みると無線連絡したと、これはですね、共同通信由来の情報であると書かれていまして、やはり緊急着陸を試みると無線連絡を入れていると書かれているんですね。共同通信の情報であるということを書いてます。横田に着陸すると言った。これをですね、この各紙各ニュースの横田に着陸すると言ったというですね、高牧町のこの言葉、これをですね、日本の文章とは違い、まあ、海外独特のニュアンスで書いているのではないかと取る人もおられるかもしれません。しかしですね、同じような文言が複数各社にわたって書かれているんです。さらに現在このチャンネルには横田着陸をですね、1回から2回にわたって試みていたとおぼしき情報を持っていらっしゃる方が現れましたので、こちらに関しての内容はですね、次週近日公開しますので少々お待ちください。いずれにしてもこの各国の記事に誤りがなければ、123便と横田基地はですね、着陸のために更新をしていたということになり、ボイスレコーダーの内容は改ざんされたものとなります。海外の記事といえば、前回の動画に出ていただいた元役人神崎さんの情報にありましたように、この事故について日本のマスコミは8月12日当日からですね、情報操作に加担していたという証言がありましたね。これを踏まえると、情報統制に影響を受けていない海外メディアがですね、日本から漏れてくる事実をありのままに記事にした可能性は大いにあります。本当は横田へ着陸態勢を取っていたという事故調査報告書にはですね、書かれていない隠された真相が存在する可能性が高まってきました。そして、小畑さんからもう一つ、今度はこちらの映像をご覧ください。長い夜が明けた。緑の山肌に鋭い書き傷が刻まれていた。現在事故現場の上空を飛んでおります。下は稜線のちょうど山肌に未だに煙が立っておりまして、たすきが燃えております。機体はほとんど粉々になっておりまして、ただ一つ JAL と大きく書かれたジュラルミン製の翼でしょうか、よく分かりませんが大きなものが見えます。何か物の形をしているというのは、JAL と書かれた金属片だけで、あとはほとんど粉々になっております。これでは中の人たちはひとたまりもありません。まずほとんど姿をとどめていないのではないかと思われます。皆さんはですね、映像にオレンジ色の物体がいくつか映っていたことに気づきましたか？これですね。これと、これと。この墜落現場をですね、空から撮影した映像ですが、このオレンジ色の物体、これら一体何なんでしょうか？皆さんは
どう思いますでしょうか。次回、渡辺健太郎が横田着陸の可能性についてもう一つ踏み込んでいきたいと思います。